自宅でパソコンを使い収入を得る人が急増中ネット普及の背景が要因化今不景気の影響で収入が減少する中自宅で本業以上に稼ぐ新しいワークスタイルが注目されていますその新しいワークスタイルの真相に迫ります詳細はこちら坂上忍破局否定のクマキリに空気読めよ歌舞伎俳優の片岡愛之助43との泥沼破局騒動の渦中にいるタレントのクマキリあさび34に対し俳優の坂上忍十七が 空気読めよと切り捨てた坂上は31日放送の t b s 系サンデージャポンに生出演番組でクマキリらの話題になり医師でタレントの西川文子44がクマキリがかわいそう別れるなら別れるでちゃんと言ってあげないとクマキリさんに対して誠実に向き合わないといけないと女性側の立場で愛之助に苦言を呈したそれに対し坂上は 報道されているのが事実ならばと前置きした上で、愛之助から電話で別れ話をしたんでしょそしたら空気読めよ。って話じゃないですかと破局を認めていない熊切を切り捨てた。すると、西川が、なんでそんな言い方をするのと噛みついてみせたが、坂上は愛之助が別れたいと思うなら、あって言うだろうと熊切が思うのは自分の勝手な都合だと言い放った。西川が 自分のことのようにひどいと今にも泣きそうな表情で訴えかけると、坂上はひどいのはどっちかって言ったら、テレビに出て別れていないって言うってどういうことと、あくまでも男性目線で畳みかけた。ヒートアップした坂上と西川の間に割って入るように、演出家でタレントのテリー・とトウ65が2年半も付き合っていれば、愛之助さんの性格をくまきりは知るべきでしょう。愛之助はこういう人ですよと語った。さらに 2人で話せばいいのに、何で、テレビの前で泣いているのと、冷静な口調で熊マキに向けて、諭すように言ったネット上の反応、ミヤネ屋で熊マキ見たけど、あれは、ちょっとどうかなとは思った。話さなきゃいけないのは、世間に対してじゃなくて、愛之助とでしょう。あんな風にテレビに話して、どうなる本当に思う気持ちがあるのなら、ああいう軽率な行動はしない。見限られるだけでしょ。 愛之助さんの奥さんになるには相当の覚悟が必要でしょう。歌舞伎界は特別な世界奥様も大切なお仕事があるようだしそれなりの方を選ぶんでしょうね。彼女の今までのお仕事や言動を見ていると奥さんにするにはちょっとと思う気持ちはわからないでもないですね。片方だけを責めるのはちょっと違うんじゃない空気読めってまだ気持ちが残ってたら酷なことだし。 30歳を過ぎたあたりからお付き合いを始めれば結婚も意識するし34歳でお別れは女性にとってなかなか辛いのではとはいえたとえ寄りが戻ったとしても片岡さんは熊切さんを幸せにはしてくれない時間がかかるかもしれないけれど同じ女性として熊切さんには新しい幸せを見つけてほしいと願っています